はい、先生、こんにちは。カイロの本当のところの古谷です。本日も動画をご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 さて本日の動画ですけどもやっていました動画ということで現在先行販売中の在革命セミナー DVD ですねこのやっていました動画をやっていきたいと思います今回の在革命セミナー DVD ですね三点バランスインソールの理論の提唱者である関口先生が今回は在を の理論ですね、座骨調整理論を引っ提げてです、ね、今回も革命を起こすということでですね「座の姿勢管理」とか「運動療法」をまとめたものを教材化していただきました。はい、ということで「財革命セミナー DVD」ですね今日のお話しする内容でございます。はい、でまず早速なんですけどもお話「財革命セミナー」内容も含めてですねお話ししていきたいと思います。 財は体を壊しやすい姿勢ということで今回セグイ先生がです、ね、財の部分ですね今まで立位の三点バランスインソールで立位の姿勢のことをずっとお話しされてこられましたけど実は財もものすごく大事なんですというか財は大事なんですねこれ何でかと言いますと えー、日本民族ですね、えー、世界から見たら日本民族っていうのは世界一、えー、座ってる民族なんですね、はい、が長いといととうことなんで,す、うんでえー、まあ先生方姿勢対別でいくとですねまず寝るですよね、はい、で、えー、立位そして座 大体まあこの三つに大まかに分かれると思うんですね。まあ立位の中ではですね、例えば歩くとか走るとかっていうのはあると思うんですけれども、まあほぼほぼですね、日常生活で言えば立つ、座る、それから寝るっていう姿勢、この三大姿勢ですよね。はい。で、この中でもですね、やはりこう寝てる姿勢っていうのは布団とか枕とかものすごくこだわりますよね。はい。 でリツの場合も、えー、まあセイク先生が提唱されている三点バランスインソールというのもあります。でもですね、財っていうのが意外とノーマークだったりするんですよね。えー、まあ全然こう財を気にしていないというか、あそういった部分があると思うんです。でもですね、えー、財っていうのはデスクワークって事務職っていろいろありますけども、本当に長い時間あ座ったりしてるんですね。ですからこの財をしっかり え見ていく治療家として見ていくってことがとても大事になってきますそしてここに書いているように財はですね体を壊しやすい姿勢になってくるんですねこれ何でかと言いますと立位の場合はですね例えば股関節とかこう膝とか側関節動いてますよね動,動けますでもちょっと座ってみていただくとわかると思うんですけど股関節もそれから膝も側関節もまあ、ロックというか動く,動く 動くことは動くんですけどもロックされます、えー、つまり、えー、姿勢を制御したりすることができないんですねコントロールすることができないと、えー、座ってる状態で言えば骨盤を基礎として上半身だけでこう動きますよね在の場合ははいですから例えば物を取る時とか立の場合だこう取れますでも財の場合だと下ロックされますからこうなるんですねはい つまり、えー、持ってる自分のズレっていうのが表に出やすいそして、えー、無理な体勢で動いてしまうということなんですですから体を壊しやすい姿勢ということなんですねやはり、えーまあ、寝てる時よりも立位の時よりも財が一番、まあ、壊しやすいということですですから、えー、財はちゃんと管理しなければいけませんよ、えー、ちゃんとした財にならなければいけませんよということですねはいということで財は体を壊しやすい姿勢ということです はい、そして2つ目姿勢を管理することはあ治療院の幅を広げるということなんですけども、えー、先生方毎日治療をされてると思うんですがあーほぼほぼですね、えーまあ、痛みの患者さんもしくはしびれの患者さん、まあ、違和感ありますとか、まあ、そういったことの患者さんに対応されていると思うんですね。 はい。で、まあ、あこれ見られている先生方で、いや、うちはメンテナンスばっかりのお患者さんだよという先生方もいると思うんですけれども、やっぱり痛みのお患者さんいる多いと思うんですね。はい。その中でですね、今いっぱい治療院がた、えー、作られてる中でですね、痛みだけにこう、えー、フォーカスしてるとですね、えー、治療院の幅が広狭くなっちゃうんですね。うん。それがメンテナンスの患者さんを見る。 で姿勢を管理していくという、えー、視点になっていくとです、ね、治療の幅ががと広がるんですね、うん、例えば患者さんの中で痛いから行くじゃなくて、うん、ちょっとなんかずれてきてるような感じがするとであそういえば先生言ってたなと、えーず,れえー、ずれ始めてる時にちゃんとやるとお体っていうのはちゃんと戻ってくれますんで、えー、定期的なメンテナンス必要ですよって言ってたなとかそれでずっと行くわけです。 はい、そういう患者さんが増え,増えてくると、えー、治療科も楽ですしなおかつ早く治せますしどんどん評判がよくなるということなんですね。い、ま、い、あ、いい循環になっていくというか はい、ということで、えー、まず私たちがこれから考えていかないといけないのはやっぱり治療院の幅を広げていくということなんです。で今回の「在革命セミナー DVD」ではですね、えー、やはりその姿勢管理、在の姿勢管理の中で、えーまあ、重要なノウハウであったりとかあ患者さんに指導することっていうのがたくさん含まれていますので、えー、ぜひで、ね、手に取っていただければというふうに思います。ね、はい、で3つ目 良い財の提案と運動指導がマスターできるということなんですけど先ほどもお伝えしましたけど今回の財革命セミナー DVD はなんと財のです、ね、運動指導が含ままれています関口、えー、先生もお話しされてましたけども財でこの動きをするとこういうふうになりますよとかこの財の,人は財の運動はこういうことにいいですねとかそういった部分っていうのを関西提案していけるんですね。 うん、今ままで多分なかったと思います例えば腰痛体操とか寝ながら腰痛体操とかっていろいろありますよねそういうものは指導を今まで先生方されてきたと思うんですけどででの指導っってなななかなかかたと思うんですそういう意味では今回はあ今までなかったあ座位の運動指導っていうのを今回たくさんセグ、えー、先,先生指導してくれてますので治療、えー、科の先生ですごく使える内容になってきてると思います。はい ということで良い材の提案と運動指導がマスターできるということでございます。はいえー、ということでお待たせしましたやってみました動画なんですけども今回の「在革命セミナー DVD」では、えー、姿勢管理ツールとして座門といいう座布団がついてきます、はい、でこの「楽左衛門」私も実は引いてる、えー、敷いて座ってるんですけども、えー、むちゃくちゃいいです。これ何がいいいかというとうう本当にもう 取ってしまうともう嫌なんですね。もう敷いてる方が絶対に体がすごく安定して、えー、楽だということなんですね。はい。で、えー、今からですねこのやっていました動画では楽在門があない状態そして楽在門を引いている状態で体ってどういう,ふうに変化するのかっていうのを先生方に見ていただきたいなと思います。はい。その部分をやっていました動画で検証していきたいと思います。はい。それではどうぞ。 はい。それでは、在革命セミナー DVD のやってみました動画ですね、えー。これからやっていきたいと思います。はい。えー、ということで、今回、在革命セミナー DVD に、えー、ついている座骨調整シート、楽座右衛門ですね。はい。これが、今回、セミナー DVD に、も、えー、れなくついてきます。もれなく全部についてきます。はい。えーで これを使ってです、ね、今からです、ね、どれだけこの落左衛門が効果があるのかっていうのを先生方に見ていただきたいなというふうに思っております。はい、ということでちょっと今この状態で、まあこうまあ、患者さんという形で仮定し,しましてですね今からこの落左衛門を使ってあっ落左衛門ってすごく体にいいなというのを知っていただくという形で進めていきたいと思います。 はいということで今まあいつも通りこうやって、えー、座位でね、えー、まあ座っていると思います。うん、でこの状態でまずはあこの楽材も一度まあ座っていただきたいなというふうに思います。はいちょっと一回立っていただきますか、えー。今ですね、えー、ごめんなさい、えー、ちょっと説明がいなんですけどこっち側がちょっと分厚いです。えー、はいこっちと触ってもらいます分厚いですねはいえっ、ー、と今こっちが触ってもらいますで次逆しますはいこっちが 薄いですよねはいということでこっちが今あ分厚いですでこの分厚い方を左の方に置いてちょっと座ってもらいますはいこれで座ってもらえますかはい、えー、この感じ、えー、座った感じどんな感じですかちょっとこっちがは,はいまあ高いですよね、はい、今入れてますからね、えー、高いような感じでこれちょっと覚えておいてください感覚的に、はい、次じゃあ逆ですねよいしょ 次はあ分厚い方を逆にしますつまりこっちが右側の方が、えー、高くなってますはいじゃあちょっと座っていただけますかはいこの感じですね今どんな感じですか違和感はないですない不思議ですよね左の方が引いて左の方を引いてる場合は違和感があって高い感じがするんですけど右側の方に今あ引いてますけども高くなっても違和感がないって言うんです こっちの方がしっくりくるということです。まあこれ人それぞれ、えー、左が高い駆すればいいのか右が高くすればいいのかっていうのはこれはもちろんちゃんとあります。えー、検査をちゃんとして、えー、まあセグ先生の理論ですね入れてしっかりこれは確かめることができますので今回セミナー DVD 見ていただければバッチリですね検査の仕方もわかります。はいでまあ この状態で基本座っていただくんですけども今この状態だと先生方見ていただいても本当にしっくりきてるのか分かんないですよね、はい、ですので、えーまあ、しっくりいってるかどうかっていうのを筋力検査をしてですね、えー、見ていただきたいなというふうに思います、はい、じゃあ一回ちょっと立ってもらえますかじゃあですねちょっと背中,にひ背中にこうやってですね全然効果のないような状態にしますちょっと座ってくださいね はい、今この状態楽左衛門がない状態でございます、はい、この状態でちょっと筋力検査とかをやっていきたいなと思います、はい、じゃちょっとカメラの前に出ますけども、えー、まずはですね、えー、この状態で手を、えー、そうですねで私ちょっとあもう少し下ですねはい、えー、私を押しますので、えー、ちょっとそれ抵抗をしてくださいね、はい、じゃあいきますよいしょ はい、OK、じゃあ次逆ですね、えー、逆にしてもらって、はい、今度押し上げますので、えー、抵抗してくださいねはい、いきますはいこんな感じです、はい、じゃあ今度はこういうふうな感じしてもらってじゃあ今度はですね、えー、左右ですね、えー、押してみますんで抵抗してくださいね、はい、なんか動いちゃいますねはい OK です次はこう押しますんで抵抗してくださいね、はい、なんかもう椅子が動いちゃってるこうやってね はい、体も動いちゃってます。はい、いいです、健康です。はい、じゃあ下ろしてください。じゃあ今度ですね、この状態で、えー、肩を上からちょっと押して揺れを検査してみたいなと思います。はい、じゃあこの状態でちょっと押します。左右の肩を押しますね。はい、はい、こんな感じです。はい、ちょっと揺れ揺れの感覚を覚えておいてくださいね。こんな感じ。はい、オッケーです。はい、じゃあちょっと一回立ってもらえますか。 じゃあこの状態で、えー、さっき違和感がないといったあ方法ですね、えー、っと右上が高かったと思うんですけどこの状態ですね、はい、ちょっと一回座っていただけますかよいしょはい大丈夫ですかいけますかはいじゃあこの状態でちょっとチェックしてみたいと思います同じくですね、えー、こういう感じで、えー、じゃあ押しますねちょっと見といてくださいねはい押しますはい なんかすごい固定化された感じ、力入ります。次逆向きですね。はい、じゃあ下から押します。よいしょ。すごく安定感あります。じゃあ今度こうですね。はい。じゃあちょっと押します。すごいです。もうあの本当にガチガッチりいきます。もうこれ以上そういつぐるっと回っちゃいますね。次逆いきますね。はい、押します。はいはい。すごい、えー、安定化しております。はい、あ OK です。じゃあ次ですね。 えー、肩をちょっと揺らしてみますねさっき結構グラグラグラっていう感じで揺れたんですけどもちょっと肩を押してみます、はい、じゃあ押しますねおなんかね今、あのー、ちょっとカメラでは分かりにくいかもしれませんけどお全体的にすごくか固定化された感じがありますだからグラっと揺れないっていう感じですよねはいそんな感じになってますこんな感じですねはい で落左衛門を引くとですねどういうことが体に起こるかというと非常にバランスが良くなって筋力もしっかり入るっていうことになります、まあ、例えば手を伸ばしても何か物を取る時も筋力がちゃんと使えてますから壊れにくい状態になります、はい、で今このグラグラという検査しましたけれどもいわゆるですね肩こりが何で起こるかといいますと。 座位で結局ですね座骨の問題でずれが上に出ますよねでズレが出た状態で非常に安定化しないもんですからだから肩の大きな筋肉を使って固定化するとそういうことが出てきます。 で落剤、えー、も引くことによって、えー、しっかりずれ、えー、がなくなって、えー、筋力も使えますんで、えー、無駄なあ力も使わえずにまあいわゆるう固定がされて、えー、肩こりが起きにくいということですねはいちょっと一回立ってもらえますかちょっと落剤も取りますねはいちょっと座ってくださいねで、えー、この落剤もですね。 えー、中にこういうふうな白いプレートが入っているんです、まあ、クッション性のあるものが入っているんですけどもこれを、えー、取ることもできますで今日はですねこの、えー、左か右かっていうのもあるんですけど前後ろにもすることもできますし1個取ってですね4分の1にすることもできますでこれに関しては、えー、セミナー DVD 見ていただいてセグ先生がそのやり方ですね、えー、4分の1にするやり方でえー この人はこういうパターン、この人はこういうふうにラクザエモを引いたら体良くなりますよというのも全部、えー、在学目セミナー DVD の方で、えー、お伝えしていただいておりますので、えー、そのあたりもね、セミナー DVD でチェックしていただければと思いますはい、ありがとうございましたはい、やってみました動画いかがだったでしょうかあラクザエモを引いたあ後お、そして、えー、ラクザエモを取った後 全然効果がが体の反応が違いましたよね筋力もしっかりやっぱり落左衛引いてる方が固定化されてしっかり筋力も入ってましたで肩もねこう押してもですねやはり全然違うんですよね安定感が、はい、ですのでやはり落イモンの効果が出てるなというふうに思いました、はい、でこの落イモ門なんですけどもこれ私もですね実はこれ使っております でえー、一番感じていることなんですけども立ち上がりですね椅子科の立ち上がりが非常に楽になりました、えー、なんかよっこいいいしょっていうのがないんですよね、はい、これ関口先生もおっしゃってましたけども確かにこの落剤も使い出してからですね、えー、非常にいい感じで動けるようになりましたで、えー、ちょっと一つ注意実行というかあるんですけどもこの落剤もですね私の中で体で体変化 ずっとと内観というか体の変化を見てたんですねで1日目なんですけど左の肩甲骨の辺りがすごくね、うん、違和感が出てきたんですね。はい、でなんだろうなと思ったんですけどこれえ単純です、えー、肯定反応ですす反応よねつまり、えー、座骨が調整されることによって使えていない本来本当は使えないといけないところがあ使い出してたんですね。 そうすることによって、筋肉、まあ、体のバランスがちゃんと整えてきた状態なんですね。はい、で、二、えー、日目以降は、全くその違和感なしで、えー。慣れるというか、いい風になれる感じですよね。えー、なってきました。で、えー、筋力も入りますし、えー、こう、こういう動きとかも、全然すごく楽になって。まあ、一番は立ち上がりですね、えー。すごく効果が感じられると思います。 はい、で、えー、今回は、ですね、この「在革命セミナー DVD、えー」この楽左衛門がですね「買わなくていいです」えー、セミナー DVD と一緒にこの特典として、えー、ついてくるんですね、えー、ちょっとお順番逆になりましたけどプレミアム特典として、えー、ついてきますこの楽左衛門。はい ですからわざわざ買っていただなくてもいいですし、えー、すぐに先生の方でこの落左門をますまずやっていただきたいのがもう、えーえー、これはこっちが分厚いですね、えー、右が高くするのか左を高くするのかまず一回それを試していただきたいです。で、えー、どういう感自分がしっくりくる方違和感がある方とかちょっと確かめていただいてですね、えー、やっていただくと。 でえー、自分でやっていただいてもちろん自分で使っていただいてもいいですしこれをです、ね、患者さんのモニター用にちょっとここ座ってみてって言って患者さんに試してみるとそうすると患者さんはすごく感性,の高い方あ、まあ、感性が高い方というのはすぐに分かりますあこれ欲しいですというふうになりますのでぜひです、ね、そういうふうに開発進めていただければといううふに思いますこれ1枚今回ついてきます、はいえー、ちなみにです、ね、この落材も普通に買うと1万3000円します。 はいえー、定価で1万3,000円しますので、えー、この1万3,000円分が今回セミナー DVD ついてくるということなんで、えー、非常にね宇宙の方は結構痛いんですけども <laughs>、えー、これついてきますんで、はい、ぜひ手に入れていただければと思います。はい、ということで「落左衛門付き」ということで今回のセミナー DVD 特典としてついてきます。で、えー、その下に書いてますけども「落左衛門」がついた上にですね今回。 まままたたた関口先生がプレミミアムセミナーをやっていただけますなおかつですねちょっとここに「東京大阪」って書いてますけど2箇所で今回は別の日ですね別の日2箇所でやっていただけます。セミナー DVD、えー、を買うとですねこの「楽左衛門」と「プレミアムセミナー」もついてくるんですね。はい でこのプレミアムセミナーどういった使い方どういった参加方法があるかと言いますとですね、えー、プレ、えー、セミナー DVD を見ていただいた後にこのラクザイモをまず使っていただきますで、えー、その時に自分自身の体で感じたことそして患者さんに使ってみてどうだったことっていうのでいろいろ疑問点も出てくると思うんですねどういうふうにじゃあこれを使いながら施設管理をしていけばいいのかもちろんセミナー DVD の中でたくさんも、えー セグ先生がシェアしてくれてます。で教えてくれてます。えですからセミナー DVD 十分なんですけれども、ただその上でまた質問事項とかいっぱい出てくると思うんですね。はい。で今回その質問事項をしっかりこのプレミアムセミナーでセグ先生に答えていただけます。えおそらくですね、まあ三点バランスインストールの話もされるかもしれませんけれども、えおそらくこの楽在門に特化したセミナーって多分ないと思うんですよね。 はい。ですから本当のプレミアムセミナー,ーということになります。なおかつ東京大阪なんですね。え西の方は大阪、あ九州とかあ近畿圏に住んでいる方は大阪で、えー、まあ関東圏に住んでいる方。 はもう東京です、ねまあ、東京メインでね東京に参加していただければと思いますのでいい方を選んでいただければいいと思いますんで非常にね先生にとってはメリットの高いなおかつ理解しやすいセミナーになると思いますんでぜひねセミナー DVD 手に入れていただいて参加していただければと思います。 はいということで「在革命セミナー DVD」のお話ずっとしてきましたけども私にとってはですね本当にこの落在ももついて患者さんの姿勢管理についてですね新しい分野ですから患者さんしっかりですねこの座る姿勢ですね指導をしてなおかつ先生の治療院の幅を広げる。 そして、えー、メンテナンスのメニューも導入できますのでぜひです今回のセミナー DVD 在革命セミナー DVD 手に入れていただけれいいけばと思います、はいえー、ちょっと長くなりましたけれども本日も最後まで動画をご覧いただきまして誠にありがとうございました。